天城と言ったら、天城と言ったらあの曲でしょ。天城の季節ではありません。天城湯ヶ島ですよ、ここは。じゃあスリーコードの6乗りありますか。じゃあアンコールはまたわけわかんないオリジナル曲で、天城湯ヶ島ロックンロールです。イエーイ。皆さん手拍子とかして、はい、乗ってください。入っていいですよ。天狼、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 天
しはロケンロロックンロールでした。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとあの代わりにですね、ちょっとあのお話でちょっと聞かせてもらいたいんですが、三森さんの本名三森です。三森だから三森です。三森下はなんか。三森博之さんです。そうです、ね、いい名前ですね。あの別につまんない子はないですよ。つまんなくないですか。どうでした、天城ゆかしはロックンロール。いやいいです、いいです。天城をバカにしたような歌ですが、いやとんでもないですね。これからね、はい、なんかあの横浜の方へ行くみたいで、はい、横浜、まさか横浜アリーナじゃないでしょうね。残念ながら、ね、バスの中でライブやるんですよ。バスイベントです。バスの中でやるそうです。バスの中でね、ボンネットバスじゃないですね。いや最新型のバスが残念ながらこのキャラなんでね、バスマニアのね集まり来るんですよ。悲しいことに三森は音楽ファンほとんどなくて、大体ねバスマニアか鉄道マニアなんですよ。一生懸命音楽ファンを増やそうってこう今一生懸命やってるんですがね、来る人たちがみんなバス大好きっていう、ほぼほぼキャラ。バスとこのライブのこの音楽活動、どっちが主な仕事ですか。どっちも大事です。どっちも大事ね。大体わかりますよね。バスが4でライブが6、わかりますよね。バス1ライブ9バス1ライブ9だそうです、ね、他の方はですね、東海バスじゃないですよ。残念ながらみんな否定するみたいです。一緒にされたくないとか言いますよね。一緒にされたくない、バスの運転手と一緒にされたくない、ね、僕らはミュージシャンですから。はい、だから皆さんね、やっぱりこの、帽子、ね、帽子がいいですよね、これね。私の帽子じゃないですから、これ帽子かぶってるのはただのおじさんですから、ね、帽子かぶってるからね。でもこれ、会社の帽子じゃないですからね、裸で見とかないと、いろいろありまして、はい、会社の帽子じゃないですよ、会社の帽子じゃないそうです、これ、皆さんね、これ、会社の帽子だと思ってですね、東海バスの。ね自衛隊、自衛隊、自衛隊の、まあ、何でもいいじゃないですか。会社ではないということで、はい、はい、分かりました。これから横浜にアリーナに行くそうですから、ね、皆さんありがとうございました。どうも、はい、